はい、大きく深呼吸して空気はどこに入ってきます？胸に入ってきますか？みぞおちですか？おへそですか？どんな感じです？たくさん入ってきてます？あんまり感覚じゃあ今大きくもう一回吸ってください。それを覚えておいてくださいね。で今から心臓の治療をしますので、まあ変化があるかどうかまた後で教えていただきたいんですけどね。深呼吸はしないでじっと普通の呼吸をしといてくださいね。どこか山川さん見てこられました？もう直行、うちに直行ですか？はい。あ、そうですか。じゃあ帰りはその辺。いや、山笠って書いてあるから、いくつか見るかな。せっかくですから、どっか散歩して。そうです、ね。はい。川端通りの商店街が2つぐらいありますから。川端はいいですね。それで、よいしょ。もう一回じゃあ深呼吸して、さっきと違いがあるかどうか教えてください。はい、どうぞ。違いあります？なんとなくここのとこが広がったような感じがしますね。そうですか。はい。そう大したあの心臓の疲れの状態でなければ、もうその程度なんですよ。で、それでいいと思います。でもまあ、ちょっといいかなっていうことは、はい、反対側もやる。で、これ確認しといて、こっち側もやってみましょうね。まあ、生きてる限り心臓はちょっと疲れますから。リセルシーハート1日1錠飲んでるから、もう大丈夫と。大丈夫と。ご安慰をかけておきます。はい、はい、それが一番。たまには遊びに来てください。そうすればいろいろ見えますので。そうですね。はい。はい、もう一回深呼吸してみてください。どんな感じです？もうさっきと変わりがないですかね。なんかすっきりかし、すっきりした感じがしますね。ああ、そうですか。はいはいはい。で、やった方が良かったっていうことですね。